岐阜県政ホットラインスタート。誰一人取り残されないデジタル社会である岐阜県。これは県が取り組むデジタルトランスフォーメーション推進計画の基本理念です。これまでに番組では県民の暮らしをより豊かに安心に便利にするため、さまざまな分野におけるデジタルトランスフォーメーションの取り組みについて紹介してきました。今回は公益財団法人ソフトピアジャパン理事長で岐阜 DX 支援センターセンター長の松島さんにお話を伺います。早速ですが、岐阜県での DX の取り組みについて教えていただけますか。やはりデジタルというのを使って県民の皆さんの生活がや暮らしが豊かに安心に便利になるように、市町村と一緒になって調整したりお手伝いしたりしている側面から支援して、まあ、いろんな場所でこう使ってもらおうと、そういう努力をしているのが私たちの組織ですね。はい、具体的にはこうどういったことを今やられているんですか。今高齢化社会で一番問題なのは安心な医療をタイムリーに受けられるということだろうと思うんですね。行かなくても治療が受けられる遠隔医療というものも活用したいですし、病院が遠いというケースの場合、例えば自動運転とか病院間をうまく動いていく、そのモビリティというか移動手段というのがここ5年ないし10年で解決しなければいけない問題で、そこには間違いなくデジタルを使わないと解決手段がないな、こう思っております。今後の展望をお聞かせください。経営者の人と現場と一緒になって生産性を高めていこうという活動が一つであります。それから県が一緒になって市町村の行政の仕組みをもっと効率化するとかっていう、そういう応援をすることが間接的ではありますが県民の皆さんのお役に立っているのではないかというふうに思っております。今回は岐阜 DX 支援センターの松島センター長にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。新型コロナワクチンは新型コロナに対する発症予防効果などが期待され、安全性に重大な懸念はないとされています。ワクチンは生後6ヶ月以上の乳幼児から小児、若年層、高齢者まで幅広い世代の方が接種できます。ご自身や大切な方を守るため、ぜひ早めの接種をご検討ください。次回も見てね。